我が津信弘原作による実写映画流浪に剣心の最終章が2020年夏に2作連続公開される。主演を佐藤健、監督を大友博氏が務める映画流浪に剣心は2012年8月に第一作目を上映。その続編となる京都大火編伝説の最後編が2014年8年9月にそれぞれ公開された。最終章ではこれまで語られることのなかった剣心の十字傷の謎に迫る物語と、中国大陸の裏社会を牛耳る謎の武器商人であり、志を踊り自由真実を操っていた最強の敵、縁、縁西、との戦いを展開。原作の最終章にあたる人中編をベースに大化かされた追憶編と、志を踊り自由真実との戦いの後の人中編クライマックスまでの物語が描かれる。それぞれの本編タイトルは後日発表となる。また、この度解禁されたビジュアルには、頬の傷が一つしかない剣心の姿がお目見えした。日村剣心役の佐藤は最終章にかける思いについて毎回どの作品も全力で演じていますが、流浪に剣心に関しては、やはり特別な思いがあります。また、この2部作は、剣心の十字章の秘密、剣心の過去、を描いていることもあり、剣心にとって間違いなく一番重要なエピソードですとコメント。さらに続編制作について京都大火編伝説の最後編を終えた時から、もしこの続編を作るとしたら一番難しいと感じていました。僕自身が絶対に作りたいと思っていたエピソードを撮影できる毎日を通して、これが自分にとってとても大切な作品になると実感していますと語る。またメガホンを取る大友監督は、今回の物語を撮るにあたりこのシリーズには絶対に欠かせないエピソードであり、主人公、日村剣心の人間性に踏み込んでいくことになる頬の傷の話を描くにあたって、もう一度流浪に剣心と対峙することへの覚悟を問われる感じがしましたと強い覚悟を見せる。そして、公開を楽しみにしているファンに向けてルロケンクオリティを超えていくために、見たことのないアクション。幕末と明治という全く異なる2つの時代、剣心が背負ってきた深いドラマ、繊細なラブストーリーなど、多くの視点で大きな熱量を注いでいます。皆さんに愛してもらえる作品に仕上がると思いますので、2020年夏を楽しみに待っていてくださいと自信を覗かせた。原作の流浪に剣心明治剣客ロマンタンは、1994年から1999年まで週刊少年ジャンプ、集英社にて連載され、アニメ化、実写映画化など様々なメディア展開が行われた作品。現在は、ジャンプスクエア、集英社にて続編にあたる流浪に剣心明治剣客ロマンタン北海道編が連載中だ。